はい。おはようございます。沖縄おばばでございます。<laughs> はい。ぬこが体勢を変えてね、根に入りましたね。はい。えーとですね、皆さんどうもおはようございます。はい。えー、まあ、今日も地面っとした天気でございます。はい。えー、雨ですね。はい。えー、まあ、こういう感じです。沖縄の冬、冬っていうかね。まあ、冬なんでしょうね。えー、でもまだね、えー、20度ぐらいなんで気温がね、 はい。最低、まあ、18度、18度、ちょっとかな、19度ぐらいですね。で、最高が今22度ぐらいですね。まあ、こんな感じです。はい。えー、一番寒いのはね、2月なんですけど、それでもね、えー、10度は、最低10度は下回りません。はい。まあ、そんなこんなでございます。割と過ごしやすいですね。はい。えー、夏は夏でね、夏長いんですけど、はい。えー、まあ、 5月ぐらいからね、もう暑いんで、夏長いんですけどね。で、まあ10月、11月ぐらいまで半袖で OK なんでね。えー、まあ夏が非常に長いんですけどね。あの、夏でも最高気温33度ぐらいです。はい。えー、内地よりはちょっとマシかな。ただ、熱帯夜がずっと続くんで、えー、下がんないんですよね、あんまりね。えー、最低が、まあ、 えー、29度、30度ぐらいなんでね。まあ、そこら辺ですね。えーまあ、夏場のエネルギーをどう確保するか、もしくは夏だ、夏場ね、どういうふうに切断していくかが沖縄の課題でしょうね。はい、えー。まあ、そういう感じです。まあ、全体的にね、多分ね、あの、気温の温暖の差が激しいところと比べれば、非常に過ごしやすいかもしれませんね。 はい。まあ、そういう感じです。ええー、まあ、今日ね、えー、の雑談なんですけど、えー、どうやらね、えー、これね、ナチュラルなニュースさんでも、実は取り上げてました。はい。えー、ここみチャンネルさんが、ね、先に言っちゃったみたいなんですけど、<laughs> まあ、いつか、いつかっていうか取り上げようかなとは思ってたんですけど、言ってしまってあの、先にね、<laughs> ネタを取られてしまったんで。<laughs> まあ、えー、今ね、えー、ちなみにアメリカで薬不足起きてますってことです。はい。お薬が不足してますよっていうことです。これはね、あのー、多分ね、運ぶシステム上の問題。はい。エネルギー不足もありますし、あと原料ですね。 原料が第三諸国で作ってることが多いんですよ。まあ、C の国は第三諸国じゃないんですけど、C の国が多いですね。日本でもね、ジェネリック薬品不足がもう言われてきてます。はい。日本でも、ジェネリック薬品不足が今起きています。はい。なのでね、えー、皆さん、あのー、まあ、病気を持ってる方で、 えー、通常飲んでるお薬がある方は、今のうちにね、えー、多めにもらっておいた方がいいかもしれません。はい。もしくは、あ自分でね、えー、いつも使ってるものがあるなら、それを多めに買っておいた方がいいです。はい。えー、まあ、私は絶対使わないんですけど、あのー、化学物質ちょっと過敏症なんで、えー、特にね、解熱鎮痛剤、私アレルギーあるんですよ。はい。前にも言ったんですけどね。 なのでね、ほぼほぼ熱が出ても、解熱剤使いません。はい。えー、まあ、なのでね、私はほぼほぼ漢方で全部やってます。はい。えー、まあ、そういうことで、えー、まあ、常備薬ですね。常備薬は、あ皆さんね、あのー、備えておいてください。はい。お願いいたします。備蓄にね、入れておいてください。 ええー、まあね、こういう事態なんで、まあ、いろんなものでね、代用聞くんですけどね、本当は。はい。ええー、なんて言うのかな、はあ。えー、熱を下げてね、下毒するっていう、あの、そういう作用があるの、前にも言ったんですけど、緑豆ですね。ムング豆。はい。 これ、あの、歯が痛い時にも効きます。バッチシです。えー、歯がね、痛くってね。でもね、あの、虫歯じゃなくてなんとなく歯が痛いっていう時ありますよね。虫歯かと思うぐらいね。はい。えー、そういう場合なんですけど、 えー、緑豆のね、えー、いわゆるお汁粉っていうかね、ぜんざいっていうかね、そういうのを炊くんですよ。まあ甘みは、加えない方がいいですね、そういう場合は。はい。まあ、あ緑豆自体甘いんで、えー、もともとね、えー、甘みがあるんでね、まあ、あみたいなもんですね。でも、小豆と違うんですよ。小豆は下熱す、なんていうのかな。体を冷やす作用はないんですけど、お緑豆にはあるんですね。 これ面白いんですけどね。はい。緑豆のぜんざいをね、えー、ちょっとあの、作って2日ぐらい食べるとね、収まっちゃうんですよ、痛みが。はい。これは面白いんですけど、まあやってみてください。消炎作用がすごい強力です。はい。えー、緑豆はね。こういったね、えー、なんていうのかな。えー、食べ物でね、代用するっていう知識。 これがあるとね、あのー、いろんなね、えー、ものに対応できると思います。はい。まあ、風邪をひいた時にね、えー、生姜湯を飲むとか、あと、おネギの味噌汁を飲むとかね、ここら辺はあ、まあ、皆さんも知ってるとは思いますけどね。まあ、あそういうものでも全然対処できます。普段からね、えー、あんまり加工食品を食べないで、 えー、免疫上げてる人にはもうこれで十分だと思います。はい。まあ私の美容はもうしょうがないですね。これ小学校の時からですからね。<laughs> はい。まあそんなこんなでございます。はい。えー、まあいろいろね、今、なくなってきてますよということですね。はい。えー、なので皆さんね、えー、普段使っているそうしたお薬類はね、えー、多めにもらっておきましょうということでした。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでーした。